メルティーブラッド、タイプルミナ。ミナよろしくお願いします。お初にお目にかかります。お客様。 遠抜けに仕える使用人の翡翠と申します。本日はどのようなご用件でしょう。お名前とご用件をお聞かせください。有馬美亜子様。有馬家の長女様であらせられますね。申し訳ありません。あいにく、本日は四季様も秋葉様も不在。 なるほど。お二人ではなく私に話が終わりなのですね社会科見学遠野家の普段の生活や私どもの働きぶりが知りたいと遠野邸の事情は多言無用流出禁止の機密事項決して漏らすことはできません ですが都さ様の期待に満ちた眼差しを無げにするのはやはりここは姉さんを見習ってあっはんかりました勉強熱心なのは良いことと存じますどこまで期待に添えられるかはわかりませんが 誠意お話しさせていただきますこれは先週のとある夜の出来事ですが立て込んでおりますので手短に。

申し訳ありません<ン>それではお屋敷の清掃に戻らせていただきます。

さらにこの程度させないのとお水をさっきのようです。満足いただけたでしょうかタイムはまじづきていきましょう。いきます。

申し訳ありません。わ、私の勝ちですか。やった、やりました、シキ様。 はあ、誰かと思えば四季の部屋を掃除してくれてるメイドさんだやっハーどうしたのこんな夜更けにこの辺り人間一人じゃ危ないわよこんばんはアルクエイド様先日は突然のご来訪ありがとうございます明葉様からことづけを預かっておりますがお聞きになりますか 妹から私に直接言ってくれていいのに奥ゆかしいのね式の前だからって猫かぶらなくていいのにまあいいわ聞かせて聞かせて先日は私と兄さんの穏やかで満ち足りたひとときを創造親戚に変えていただき感謝しております。 次いらっしゃった時は専用の控え室に招きますので身辺整理を済ませておくように穏やかで絹ずれの音さえ許さない沈黙と満ち足りた緊張と恐怖でみっちみちの空間がちなみに入ったら最後厚さ50センチの鉄の壁が落ち部屋ごと海まで投下 海底火山までご招待する特設ゲストルームが来週には完成予定ですどうか来週またご来訪のほどところでまた深夜にお出かけになられた四季様を探しているのですがアルクエイダ様何か心当たりはおありですか うーんないとは言えないこの雰囲気私が言うのもなんだけどあなたたちの家現代にはちょっと物騒すぎない o f はマジックサーキットファイトねえただいまそれはいはいです <laughs> 生きてただい、ま <laughs>

危なかったなぜでしょうアルクエイド様からとても危険な気配がしたのですが失礼いたします。気をつけぬ飛び出すぜ。オープンユ o マジック g i c c i ご案内しそうそこまでですいつもやよかい。たらしい私を失礼しようただいまご案内しよう猫集会が始めるお食べくださいハィングケア

行きます、ね、フライハイド、うん、ご案内しよう抵古ではダメだというのか申し訳ありません <You win. S 1> 申し訳ありませんそのあまりに激しいものですからこちらも必死で抵抗してしまいました

行きます。サウタ、サアイウタ、ーきに行きに行きにきに行きにに行きに行きに行ききに行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 行きに行きに行きに行行き行きにます。

落ち着きが足りません。ブサ法を改めた方がご自身のためになるかと存じます。速やかにお帰りいただきます。笑い話で済めばいいかな。オープン・ユア・マジック・サー c c <laughs>

行行ききまますわ <laughs> 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 も、申し訳ありません <You win. S 2> 真剣勝負とのことでしたのでできる限り努力させていただきました くは自立したくなーる。一人暮らしがしたくなーるでも資金が心もとないのでお茶目で頼れる先輩のアパートに住みたくなーる、うん、いえそれもう一人暮らしじゃないし俺がしたいのは自立であって。 先輩と同居なんてしたら紐になる未来しか見えないし畜生最高かよよし契約書にハンコ押しちゃうぞあいけないあまりの既視感に頭が真っ白に怪しげな勧誘はそこまでですシエル様法律により未成年への洗脳は禁じられています の翡翠さんどうしてこんなところにちアルクエイドも役に立ちませんねい,いいえ違います違うんですよこれは荒領事そう荒領事なんですノエル先生にかけられた暗示を打ち消すためやむなく遠野くんの深層意識に最高ですね 納得いたしましたあの弟子にしてこの師ありということですね率直に言ってあなたが元締めですくっ <laughs> 本当に出来心いえ誤解なのに仕方ありません不本意ですが。 翡翠さんにも暗示をかけるしかないようですねその前に四季様を解放いたしますそれと困ったら魅了やら暗示やらで切り抜けようとするのは改めた方がよろしいかとアルクエイド様と姉妹なのですか

なんとか勝てましたあ <win> <laughs> 怖かったお願いですからもうこのような真似はしないでくださいこのように遠野家の使用人たるもの 武芸にも引い出ています今回は披露できませんでしたが日本刀の扱いにはそれなりに自信がはいいけません宮和子様の反応がとても可愛らしいので日本刀は遠野の親類の方からお預かりしているコレクションというだけで。 私自身ふるった記憶はないのですがええー、そうそうなんですよ美子さん翡翠ちゃんはこう見えて瑠璃ハがめちゃかわしきの継承者どんな悪党も一党両断なのです姉 <noise> <noise>、ね、さんいつの間に私以上に話を持っていませんか まあまあ、そこは気にせず。せっかくですから、続きは客までいたしましょう。美味しい紅茶をご馳走しますね、都さん。ちょうど3時ですし、ひすいちゃんも休憩しましょう。都さんから、ありまでの四季さんの暮らしぶり、聞かせてもらえるチャンスではそれは、はい。 四季様のお体を見る上で今後の参考になりますではお茶受けをお出ししますねちょうど朝に作っておいたケーキが待ってそれ待ってひすいちゃんお菓子は私が用意するからひすいちゃんは休んでいて ご協力、ありがとうございました。大変素晴らしい活動だったかと。